んにちは。ユーボ再建サポーターの溝口です。キャンサーネットジャパンが主催しますがん情報ステーションでユーボ再建スモールミーティングを毎月1回開催しております。ユーボ再建にはいろいろな方法があって迷ってしまいますよね。一人で悩んでいるよりもまずあなたの悩みを思っていることを聞かせてください。きっとあなたと同じ思いの人がいるはずです。一人一人にその方のあった時期、そしてあった方法があるはずです。溢れる情報の中から自分自身で納得し決めることが大切です。対象は乳がんと告知された方、これから乳母再建を考えている方、再建中の方、そして再建後の方です。乳母再建サポーターとは、私たち乳がん体験者コーディネーター養成講座や、乳母再建サポーター養成講座等の受講により、乳母再建に関する知識、情報習得に研鑽を積む体験者です。スモールミーティングでは毎回必ずインプラントでの乳母再建体験者と自家組織での乳母再建体験者が一人ずつ入り、二人から三人でファシリテートしています。患者同士和気あいあいと本音で語り合っています。ただし私たちは医療従事者ではありませんので、医療相談や医療方針を決定したりすることはありません。信頼できる情報源にアクセスするためのサポートをしております。自分自身の体験からも体験者との語り合いはとても有効だと実感しております。そして百聞は一見にしかず。ご希望の方には実際に再建したファシリテーターの乳房をご覧いただいたり、触っていただく時間もご提供しております。スモールミーティングのコンテンツ例はこちらをご覧ください。乳母再建の時期と方法、一期再建と二期再建、自家組織とインプラントの違い、インプラント一回法と二回法、放射線照射の再建への影響について、最新の再建方法、再建後の日常生活の影響について、再建後、再発の不安などです。開催日はこちらになります。お申し込み方法は、キャンサーネットジャパンのホームページ、がん情報ステーション、東京ステーションよりお申し込みください。今、乳母再建について、感じていること、疑問に思っていること、悩んでいることを、私たち、再建体験者の乳母再建サポーターと一緒に本音で語り合ってみませんか？